というわけで NGT48 の新曲「あのさ」いや別に、えー、こちらついに音源がフル解禁になりましたはいというわけでね、えー、実際に自分も音源解禁と同時にね えー、待機をしていて聞いたわけですけども、いやー、マジで神曲だなというふうに思いましたね。えー、いろんなメンバーが今回の曲マジで神曲だからっていう話してましたけども、いや、本当にそうだったなというふうに思いましたよね。正直ね、うちらのチャンネルで言うと、坂道系も追ってるわけなんですよ。なので、 坂道家も含めてね、新曲解禁になるたんびにね、こう、楽曲聴くわけですけども、あくまで個人的な意見ではありますけども、ここ最近聴いた楽曲の中ではダントツで一番だったなというふうに感じました。毎回ですね、NGT48 の楽曲に,に関してはですね、その楽曲を聴きながら自分で歌詞をね、文字起こししてみるんですよ。っていうのはね、うちらのチャンネルで言うと、NGT48 に関してはですね、歌ってみたとかやるんですよ。で、 今回の楽曲もね、やろうかなっていうふうに思っていて、まあそのためにね、えー、文字起こしして歌詞を出そうっていうところもあるんですけども、改めてこう歌詞がね、文字になった時に、まあ今回の楽曲で言うとね、こう切ない感じだったりとか、1番から2番の流れの感じがどういうふうになってるんだろうとかね、えー、目で追うことができるんで、そういうの結構やるんですよ。自分でね、歌ってみてやるときの、あの歌詞の確認にもなるからいいかなというふうに思ってやるんですよね。 自分がまさに大好きなっていう感じなんですけど、楽曲自体はめちゃめちゃ明るい曲なのに、歌詞がめちゃめちゃ切ないっていうね、48の神曲あるあるっていう感じですけど、まさにそのものだなというふうに感じているところではあるんですけども、まあ今回ね、せっかくなんでね、歌詞見ながら話そうかなというふうに思いますけども、まあ今回の曲で言うとね、幼馴染みの突然の別れ、あとは同時に気づく 君への思いっていうところですよね君がね遠い町へ引っ越すなんて突然言い出すからっていうところが出てくるわけですよでその時にね君の存在に僕は気づいたんだっていうね新たな君への思いに気づく瞬間っていうところですよねいつもはこう幼馴染友達として過ごしてたわけだけど遠い町へ引っ越すっていう話を聞いてえってなった時に僕はああそうだったんだっていうところに気づくっていうね この数行の間にそこまで入れ込むってすごいよなっていうふうに思うんですけどでとっさに出てくるあのさいや別にっていう言葉ですよね言い出そうかなっていう思いもあるけどいや別にっていう葛藤がここのこの一行だけで表現表せるってすごいなっていうふうに思うんですけどね言葉にはできない I love you ですよまさにこう言えない 重いですよね。いつまでも友達だと思って約束してきたわけですけど、今になってどうすればいいんだよっていうところですよね。この葛藤があの際いや別にっていう、この言葉に出てくるっていう、それからのサビっていうところがね、すげえなっていうふうに自分もね、こう聞いてて思ったところではあるんですけどね。それを 隠そうとして興味なさそうにそっけなく元気でなっていうところが、いやーしんどいよね、悲しいよね、辛いよねっていうところが出てくるのすごいなっていうふうに思うんですけど、そこからの2番がね、さらにすごいなっていうところなんですよね。1番でね、こう、何度も見たことがある虹っていう話が出てきたわけですけど、2番になってね、こう、虹に願い行ったらいつの日か叶うのかなっていうところがね、また繋がってくるわけですよ。そういうのを流れ星と違うからないでしょうっていうふうにも、 思いつつ、僕に向かってね、いつか会いに来てねっていう君ですよ。それどうなのよっていうところですよね。もしかしたら、君も自分のことをす,すいてくれてるのかなみたいなね。で、これ、あれあれだと思うんですよ。この2番の歌詞でのね、こう、友達で終わっちゃいそうとか。今のね、この幼馴染っていう関係は壊したくないわけですよね。居心地がいいしっていう。ただ、好きっていう気持ちに気づいてしまって、 ただ言い出してしまってもし相手がね受け入れられないとしたら今の関係終わっちゃうよねっていうところで躊躇しちゃうあの差別になんですよね。いやーすごっと思いながらね聞いてたわけですよ。 で、ラスサビ前、いきなりキスしちゃいましたってあるんですけど、その後、でも、このままでさよならから涙出そうだから引き止められないっていう一番の歌詞に戻るっていうところで、これってど,どういうことなんだろうっていう、お互いの思いが実ったのかなと思いきや、最後のラスサビは、このままでさよならなのかな、そっけなく元気でなっていって引き止められないっていうところに戻ってくるっていうところは、こう、幻想の中での話で、実際には本当に言えないから、 そっっっっっけなななゃ元気てて言って終わっちゃったのかなとかとねいろろい考えてや、そういうのをね、こう、毎回考察しながら考えるのがすごい、まあ多分ね、あの、見ていただいている視聴者の方もね、わかってくれると思うんですけど、いや、いいですよね。はい、というわけでね、ざっと自分も文字起こしをしてね、歌詞を見ながら、えちょっと話をしたわけですけども、皆さんはどういうふうに解釈しましたでしょうかね。もうね、あの、フル解禁になったということで、 あと待つのは MV 解禁というところですよねミュージックビデオもめちゃめちゃいい仕上がりになってると噂なのでね、えー、早く見たいなという感じでございますはいというわけでね、えー、ぜひね、えー、コメントでも、えー、そういうところ共有していただければいいなというふうに思いますはいというわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います